今日の穂高。ひろきが頑張って考えた本日の打順。くそー、柳田一番来た。イケメンスタメンだ。クリーンナップの形を崩さず柳田を下位に置くのではなく一番に置く首脳陣。お前ら変わったな。考えたやつ誰。震えるぐらいファンはこれだけで歓喜してるぞ。こんなもん負けるわけない。ギータ一番とか最高やろ。圧倒的に勝って限界などに沈めます。小久保ひろきに工藤君康が憑依しました。この後近藤健介に内川誠一も憑依する予定です。2番かわせって何。緊急速報、タコル首タチル、ワイノボコボコにして分からしてやろう。クソおもろいやんけ。楽しみっかとうぜ。お前ら有原さんを信じろ。本日もおおおまさきともやのおお活躍おおお祈りするね。1回の表、先発の有原さん、三者凡退。きたー、おらしや。初回3本きた。中12日も開けば有原は仕上げてきてくれますわ。素晴らしい。オッケー、有原いいぞ。断頭ギータ、いけー。1回の裏の攻撃、先頭は柳田おじさん。ホークス、久しぶりの野球の時間や。勢いよく3連勝で日本シリーズまで。ゴーン、さあガチの野球の時間だ。お散歩おじさんでええぞ。一番打者の違い見せたれ。長い長い攻撃の時間だ。ゴゴ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 ゴ、先頭でろー。頼れる4番に回せ。ありゃウィーン。空振り三振でワンアウト。三振おじさん、三振おじさん、あかん、なんやそれ。いいとこ落とされた。こら、うわーん。続いて川瀬さん、とにかく出ろ。とりあえずヒット打った。ヒットでワンアウト一塁。きたー、うめー。さすが相性、こぼれた。さすがすぎる。起用に応えたな、素晴らしい川瀬。川瀬早速仕事したな、最高やん。続いて栗原さん、東海道やめるよ。 CS ファイナル東海道禁止。ミスターツーベース続けー。ドスコイさんに回せー。カーガヤーク投機だ。ダメそう、合ってないな。はい、最低。ゲッツー、あのさー、マジでクリゲじゃん。クリゲでくさー。最悪、膝クリゲや。東海道中禁止とあれほど。クリコラ、博多は東海道中違うねんて言うてるやろ。見事にクリゲ。まあ伊藤は二回り目よ。有原すまん、頑張れ。2回の表、有原さん先頭出すもゲッツーもあり3人で抑える。ありがとう。ふははははは、軍芸しゃーあああああああ、ゲッツー返し。ゲッツー返しええぞ。ゲッツーにはゲッツーなんだよ。ハムにホームラン打たれず終わった試しがないから、必ず打たれるという覚悟だけは持っていよう。さあ先制点取って一気に行け。ドスコイで先制や。2回の裏の攻撃、穂高の第一打席。ドスコイ待機。ドス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 、ロゴを押す。やまかわ、穂高ちゃん、フルパワー、フルチャージ、フルドスコ。おおおい、ドスドスドスドドスドスドドドスドスドス、ホタカか、オラさっさとドスコや。ひどい。はぁ、三球三振でワンアウト。くるくる、どこ振ってんねん。どこ振ってんだ、ひどすぎ。なんなんもう。いや、クソボール振るなよ、なんでも振るなよ。続いて近藤健介さん、近藤走らなくていいやつ頼む。さあイケメン、イケメン打てー。いけいけイケメン近藤ちゃん、健介くん、今日もイケメンがどこまでも輝き続ける。帰ってきたイケメン近藤健介さん。キャー、イケメン久しぶり。フルスイングしてるやん。イケメン侍近藤健介ちゃんだぞ。フルロー。きわめいた技で。だ、キューガーさえ立つって。ワイノー。きたー。神です。ツーベースヒットでワンアウト二塁のチャンスが訪れる。イケメンすぎる。シャー。さすがすぎる。イケメンってやっぱすげえわ。周到だったら取ったかな。タツルなら取れてたな。ぶっつけ本番でもイケメン。イケメンきた。
続いて先制のチャンスの場面で今宮さん。今宮続き、今宮健太内野手応援しています。近藤さんが歩いて帰れるやつお願いします。うお抜けた、連打で三塁一塁になる。シャーバーガー来たー、よしよしよし、今宮の夏は終わらない。さすが今宮さんや、今宮ようやった、いいぞ。マサキはいいとこで回ってくるな。またこのパターン、最低限頼むよマジで。さあここから。続いても先制のチャンスの場面でマサキさん。最低限だぞ、頼むぞ。マサキ最低限な、タツルも応援してるぞ。マサキ打てよ、おお。打って打って打ちまくりたいですと言っていたマサキ。マサキ一気にヒーローになるにゃ。最高の最低限来い。ゲッツーだけはやめてくれ。ここで対伊藤ち一八のマサキ。そろそろか。マキ様、サキマキキママササキササママキ様様キキマサキキマママキサキ。きたー。きたー。マサキさん、やりました。3連打となるタイムリーヒットで先制する。やったー。じゃあひえー、マサキすげーやんけ。近藤さんに無理させない程度のきたー。先制きたー。やっぱり近藤がいるだけで全然違うな。しやーたコルニカクの違いを見せつけるマサキ。さあつなげー。続いてもチャンスの場面で解散。強打者の登場。さあ下位打線、強打者続き。ここからひどい下位打線ではないという奇跡。強打者解散頼みます。得点圏3割の強打者解。8番キャッチャー、みんな超絶大好き。かかいだせんのかい。開拓やちやん。畳みかけろ。いけいけ、ボッコボコにしてやれ。まだ有原言ってんじゃ足りんぞ。ああひぎ。空振り三振でツーアウト。はい知ってた。これはうんちまんたくちゃん。これは去年のかい。まあかいだしな。これは隣人たくや。かい知ってた。続いてもチャンスの場面で周東さん。地味に相性いい周東頼むぞ。追加点欲しいな。グラシアル来い。ワイの達る周東さんとか期待できませんわ。周東も対伊藤は悪くないよ。周東なんとかしろ。伊藤まあまあ得意な周東。打てー。はい。ひど。ダメだこりゃ。三球三振でスリーアウト。一点先制した。しょぼ。恩義。マジの下位打線。1点じゃ勝てねえぞ、おら。まあ先制点は大きい。まあ次からは2巡目やから。去年は周東が得意な球だったのに。まあ1巡目で得点できたのはよし。2巡目の上位に期待。そのためにも有原頼むよ。有原も飛ばしてるから、いつもみたいに長いイニングは期待できんぞ。ここ3人で終わらせて伊藤を休ませるな。3回の表、先制してもらった有原さん、連打でノーアウト2塁1塁のピンチになる。ああギワーバーガー、やばい、いやすぐ吐き出すなよ。有原さん疲れてきたら、こうご自慢の宝物のハムを食べるのよ。バントだよな。まあここはバントやろ。続いては送りバントで三塁二塁。三塁ダメか。なんとか耐えろ。最悪同点は覚悟、逆転はあかん。すぐ追いつかれるのはやめて。しのいでくれ。同点不可避か。有原踏ん張れ。あらら嘘やろ。続いてボテボテのサードゴロで同点になる。一塁もセーフでワンアウト三塁一塁。セーフかよ。うわ最悪。ええ最悪だ。ついてねえ。クソムカつく。最悪や。なんやこれ。ああこういうの多いよなハム。今のはしゃあないけど最悪やな。最少失点でなんとか。頑張れ公平。ここで断ち切れることが大事。追加点取らないからいつものパターンになるぞ。大量失点だけはやめてくれ。アストディーヨちょうだい。続いて川瀬さん、やりました。流れを渡さないファインプレーのゲッツーで同点までにしのいだ。すげえ、なんだこれ。くそ川瀬やべー。しやー川瀬がイケメンすぎる。これはでかいぞ。マジででかいぞ。最高、よくやった。あの川瀬が。川瀬川瀬
これはスーパープレー。かわせありがとう。かわせ。相性の良さで起用されて守備でもこの働きを。牧原、俺でも。かわせ愛してる。3回の裏の攻撃、先頭は柳田おじさん。ゴロゴロさんや、タレや。頼むぞおじさん。この流れでギータ頼んだ。お、ち、さ、ん、か、い、き、頑張え、頑張え。お、ち、さ、ん。無責任お散歩おじさん待機。なんとかしろ。はい。いつものセカンドゴロでワンアウト。ニゴロおじさん復活。ニゴロおじさん。ニゴロおじさん。安定のニゴロや。アヘアヘセカンドゴロおじさん。ニゴロおじかよ。ゴロ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 。続いて川瀬さん。川瀬打てー。みんな大好きか川瀬。か川瀬くん。すごすぎ。ノリノリだ。ヒットでワンアウト一塁。川瀬すげー。これはきたー。マルチしよう。川瀬が神すぎる。みんな川瀬を見習って。さすがは川瀬さんやで。川瀬をキーマンに挙げてた福田さすがやな。でも明日は牧原で川瀬はスタベン。やっぱり相性だな。 CS のラッキーボーイになりそう。柳田が心配や。ガチのガチでか川瀬。続いて栗原さん。ゲッツーマンや。東海道中現金。栗ではあかんぞ。おー、ここで栗原モンブランのツーラン来たら最高や。ゲッツーだけはやめてね。栗の季節だぞ。ホームラン打てや。イケメンイガグリ栗原くん一発や。栗原、ここはさっきの学習してるから大丈夫やろ。栗原逆シリーズ男になるなよ。ここもゲッツならタツルとか我やサードくらいタツルでもできるやろ。任せろ。ああ、何してんねん。ショートフライでツーアウト。栗原あかんわ。栗うんち打ち上げないわ。栗トゥディよ。栗トゥディよ。はっ。栗原あかんわ。栗毛よりは。栗原全く合ってないな。フライあげるなや。栗のフライって美味しいの？もうクリクリって呼んで。イガグリ。ホタカの第2打席。ドスコイなんとかしろ。きたー、きたー。ホタカやりました。4番のホタカがやりました。初球をタイムリーツーベースヒットですぐさま逆転する。勝ち越しきたー。これが鷹の4番や。ちょすこーい。100打点目。ちょすこーい。山川、お前短期決戦行けたんか。山川、俺が大航海を終わらせに来た。伊藤温存してきたやつ。山川来た。ありがとう。続いてもチャンスの場面で近藤健介さん。イケメンツーラン来い。伊藤を早く下ろすと大脱線に出てくるから100球前後までは投げてもらいたい。さあコンちゃん頼むで。ここでイケメン来い。山川がゆっくり帰れるようにスタンド入れてやってくれイケメン。さあまだまだ絞ってやれイケメン。大明神来い来い来い。イケイケイケメン近藤ちゃま健介くん。僕に憧れるのはやめましょう。いや憧れます。ここはもう1点欲しいでイケメン。あん、ぐぬぬ。空振り三振で3アウト。ホタカが打って逆転に成功した。最後ストレートで三振多いわね。イケイケイケメン。イケメンが三振とは。こりゃ仕方ない。伊藤は全力投球してる。得点後のイニング大事に頼むよ。有原頼むよ。吐くなよ。有原しっかり。有原にとって最大のポイントはここ。吐き出すなよ吐き出すなよ。頼むぞ浩平。さあ有原ここからだぞ。4回の表、逆転してもらった有原さん、ツーアウトから一人ランナー出すも無失点に抑える。よし、オッケー。オッケー。じゃあ、追加点取ってけ。危機は去り申した。さあ、追加点ドバドバ入れてくれ。僅差リードはあかんで。さあ、追加してくど。今日の伊藤はボコランとあかんできやぞ。もっと点取れ出せん。追加点の時間だ。頑張ってる有原にもっと援護。4回の裏の攻撃、先頭は今宮さん。今宮健太内野手応援しています。来たー。来ちゃー。
今宮さん、やりました。初球をホームランで3点目が入る。いったー、ケンタ様。好き。夏はまだ終わってなかった。おー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 、すげー、さすみや。小久保ものすごい嬉しそう。小久保もにっこり。温存作戦で4回3失点。うわー、大公開終わりそうで。くさー。続いてまさきさん。恩義。魂の初球打ち。魂の初球打ちはサードゴロでワンアウト。ホームラン後の高速凡退。静かにマサキング凡退。続いて甲斐さん。甲斐打線の甲斐。主砲もいけ。強打者頼むで。甲斐さん。なんだそれ。三球三振でツーアウト。なんですかこれは。これは玄関拓也。キッチン拓也さ。完璧な着払い。せめて球数投げさせようぜ甲斐打線は。カカ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 カイ。強打者まっすぐ絶対振り遅れるのなんなん。水風呂ちょっと冷えたくや。リードで頭いっぱいたくや。続いて周東さん。周東もダメそうやな。周東さん。秋に調子いい周東帰ってこいよ。シュッ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 。周東さんがダイヤモンドを駆け回る。グラシアルしてみーや。何ビビっとんねん周東。打ったー。おーし。ヒットでツーアウトから周東さんが出塁する。来ちゃー。これはすませんした。しやおしゃ、ええー、ぞ周東。周東と伊藤は比較的相性はええんや。よっしゃ周東かき回せ、伊藤を追い込め。続いて柳田おじさん。おじさん甘い球仕留めて。さあ走れ走れ周東。リーダここやぞ。おおおお、にごろはあかんぞ。おじさんそろそろ起きろ。ギータそろそろやぞ。おじさんかいき、ギータのホームランが見たい。飛ばせ飛ばせホームラン。走ったー。周東さん盗塁成功でツーアウトからチャンスが訪れる。しやー。余裕やん。わーい。余裕でございました。いいぞ。おおじさん頼むで。かわせにつなげ。はい。あーボテボテのファーストゴロでスリーアウト。今宮さんのホームランで1点追加した。あへおじ。おじさんあかんか。お散歩でよかったのに。ガツルと変われー。ギータ怖さがないな。ボール見えてるけどゴロばっかや。ゴロおじさん。このニゴロおじさんどうにかしないと。おじさんそろそろ起きろよ、寝るな。ニゴロおじさん、こんなんじゃガツルと変われって言われるぞ。柳田引っ張りばっかやってる時は不調なんだよな。ゴロが多い時の柳田はスイングかミートポイントがおかしいって自分で言ってた。さあ有原頼んだ。有原頼む、ゼロを刻んでくれ。5回の表、有原さん三者凡退。さすがは今宮さんやで。うわもう流れが完全にうちに来ました。サクサク三本いいぞ。やっぱり今宮さんは経験値が違うな。東浜なら顔面キャッチ。宮本、今ので今宮にプロ技認定は逆に失礼なんであげません。今宮永遠にショート現役でいてくれ。どこにも行くな。打線中押し頼みます。まだまだ追加点頼む。5回の裏の攻撃、先頭は川瀬さん。強打者来た。今日は為替に尽きる。猛打賞いっとこか。私たちのコボちゃんいっけー。追加点取っていけー。為替猛打賞こいー。あかん。はっ。三球三振でワンアウト。恩義。さすがにギア上げたか。しゃあない。続いて栗原さん。膝クリではないぞ。そろそろ仕事しようか。フルスイングでいけるぞ。栗原さんそろそろ。栗原は伊藤が疲れてきたところをパクワン。栗原さん、やりました。ホームランで4点目が入る。きたー。入ったー。栗すげー。仕事した。うおおおおおお、すいませんでした。最高や。エース温存して5回4失点なやつ。高級モンブランしやー。油断はならんが伊藤相手にこの展開は熱い。クリムなんかよ、最高じゃねえか。気持ちいい。おはむ伊藤温存も大公開。伊藤さんボコボコ。
朗報、大公開終わりそう。穂高の第3打席。3点だと簡単にひっくり返されるからな。さあ、どすころか。もっと点取らなきゃ。どす、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 どす。穂高ちゃんも飛ばすのだ。どこまで飛ばすのか。1メートルでした。ショートゴロで2アウト。どすどす。モンブランの後でひっそりと凡退する山川。ブタンチュ。続いて近藤健介さん。復活の7億の高級ウォシュレットさん、出番ですよ。山川が凡退したら近藤は打つぞ、見とれ。イケイケイケメン近藤くん、健介ちゃん、イッツイケメンタイム。九州の福山雅治が西日本や福山雅治になるで。まだ3点差、セーフティーリードではないね。大丈夫、近藤大名人様が何とかしてくれる。ええー、ゾウネバネバ。近藤いるだけで全然違うよね。それそれそれ、イケメン。久しぶりのイケイケカウント。イケメンがボール言えばボールです。タツルなら今の球はミノさんにされるな。うわぐふう。見逃し三振で3アウト。栗原さんのホームランで1点追加した。イケメンフレア。これは最高の球だわ。近藤足大丈夫そうな跳ね具合。フットワーク軽そうで何より。秘宝大公開終わる。15勝チャレンジとか余計なことさせて疲れてんだろうね。伊藤は CS ファイナルが週末からとかだったら違ったろう。単独最多勝とか欲張るからこうなる。伊藤を温存してファースト突破したから新庄采配を称賛してたやつ。中強すぎてごめん。伊藤 KO しちゃってごめん。でも1点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 やな。ホームランもソロ2本だしな。ハムは8回とか9回とか狂ったように牙を剥くから怖いんよ。つまりいつでもいいっすよ。バーヘイゲンは昔からかも。サチヤは日曜3イニング投げてるからイニングいけない。加藤は言わずもが仲間のかも。伊藤さえ倒せばどうにでもなるわい。新庄に美しい野球を見せつけているね。まあファースト突破しただけであんだけ騒いで泣くやつまで現れてしまうチームには負けんよ。大公開福岡旅行。6回の表、有原さん三者凡退。もう大丈夫そうや。ノリノリ有原。あとは中継ぎの自滅だけだわ。よそ見してたら高速凡退。今宮の守備最高やな。サクサク三本映像。さあこの回で伊藤KOや。6回の裏の攻撃、先頭は今宮さん。今宮健太内野手応援しています。もぐもぐ。今宮もう一本いっとけ。しゃあ。おしおしおし。ショートへの内野安打で先頭が出塁する。本日猛打賞。すごい。きた。猛打賞きた。かっこいい今宮さん。内野安打映像。よし、もう1点入りそうだ。じんわりバッター今宮。続いてのまさきさんは送りバントの構え。まさきがバント。バントいらねえわ。誰が打つんだよ。初球を送りバント成功でワンアウト2塁のチャンスを作る。バントかよ。まさきにバントはふざけてるわ。まさき、バントうまかった。めちゃ下手そうなバントやった。甲斐が全く打てない状況でバント。ここの1点は決定打になるからね。大事さ。よく決めたな。失敗して立つるならって言われるかと。バントは別に良いが、次の打者がね。続いてチャンスの場面で解散。強打者解散。もぐもぐ、頑張れ頑張れ。こりゃダメだ。ダメっぽいかも。甲斐絶望的に打てなさそう。まさき凡退してから甲斐バントだろ。甲斐君に期待して。打つから。強打者の風格見せんかい。三振予約。ああ、三振前の。打てー。粘ってるのはいいよ。これは強打者の粘り。あ、はい。解散。粘るも見逃し三振で2アウト。入ってなくないか。さすがに低いだろ。宮本実際ボールなんで。完全に低い。ピッチャー交代。伊藤ノックアウトや。しゃあ。伊藤を下ろしたで。温存伊藤ノックアウトしました。伊藤を温存した結果。伊藤温存ありがとう。まあこの球数で降板は大ロッセンを見据えてだろうけど、ロッセン目はないのでお疲れ様です。試合前煽ってた宝物すっかりだんまりしてて、くさ気持ちいい。続いてもチャンスの場面で周東さん。ノーパワー。ノーパワーだー。初球をセンターフライで3アウト。センタータコルなら打ち上げんな。アサーリ。バントなんかしたから。なんで打ち上げる。あんたは転がさんと。送りバントするときは次の打者を見ような国母。
勝ってるからよかったけど、ビハインド時点であそこのマサキへのバントは小久保燃えてたな。つか中継ぎガチャが地味に怖いし、有原完投して。ああやっちまった。7回の表、有原さん先頭にホームラン打たれて2点差になる。いやあちゃあなると思ったわ。まあソロだし、もうこれはしゃあないよ。お決まりかのようなクソみたいな攻撃した後の失点。打たれてしまった。目覚めさせんなよ。戦闘で助かったとしか言えない。ソロならまだいいわ。まあ一発は絶対あると思ってたから、この後をしっかり抑えたいな。レース君降格だい。まあソロならいいよ。問題はここから。やっぱりミスター7回に失点。有原つもり、よし投げる準備するか。有原しっかり。つもり、有原そろそろ疲れてきたか。ホームランや。有原この回までは頑張ってくれ。その後は2人ランナー出てピンチになるが、最後の力を振り絞って1失点で切り抜ける。有原さん、おたけびをあげる。しやー来たー。おっきー、よかった。なんか抑えた。新庄采配ありがてー。有原お前がエースや。最後の最後にいいとこ行った。有原いいよ、お疲れ様でした。浅間サンキューなー。これが新庄マジックだな。お疲れ様でした、ありがとう有原。これは最多勝対決有原の見事な勝利です。有原に嫉妬してる宝物がイライラしてそうで最高に気持ちいい展開。頑張ったね有原。 CS は相性関係ないね。本当浮かわせ覗く。今日ハムに勝たれたら勢いついてヤバそうって思ったけど、なんとかなりそうやな。有原絶対打たれる。伊藤絶対絶対打てないとは何だったのか。打線ダメ押し言ってみよう。はよ達郎出して追加点。2点じゃ足りんぞ。押すな準備万端。ラッキーセブンの攻撃。先頭は柳田おじさん。おじさまおじさんがいき、そろそろソロホームランをソロと打つのを。あダメだこりゃ。ギータ一本打っとけって。柳田さん、なんやそれ。ギータあかんわ。ショートフライでワンアウト。ジジイギタトゥディよ。おじさんあかんな。柳田おじさん蚊帳の外。大ブレーキおじさん。ニゴロおじさんじゃないのでセーフ。馬なくなったんだから仕方ない。おじさんはどこかで起死回生の一打打ってくれること祈ってるで。続いて川瀬さん。サクサクダメ。ノーン。ファーストゴロでツーアウト。やる気あんのか。簡単に終わったらあかん。7回と思えないあっさりさ。続いて栗原さん。栗原おかわりお願いします。栗原もう一分。すみませんけど栗原さん、もう一回お願いできますかね。簡単に終わりたくないな。大きな栗の木の下で。プー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 。はい。ヒット。見逃し三振でスリーアウト。なんなん。まさきバントから打線死んだ。嫌な感じだな。3本来ちゃったよ。イガグリイガグリ。小久保なんて言ったかわからんかった。減るかな。中継ぎ誰も見たくねえ。9回押すなやんけ。押すな押さえで使うつもりなんか。さあ減るガチャ始まるぞ。秘宝9回押すなチャレンジ。本当に大丈夫なんだな小久保ウクラノさんよ。押さえ押すな。ああ心配だ不安だ怖い怖い。ハムは8回とか9回狂ったように打つから、早く試合終わらせてくれ。ヘルオスの地獄リレーかよ。ボリバリアーノサンフランシスコデアシス高校出身のガーウィンゾン・デビッド・ヘルナンデス・ワファナドル投手の時間だにやー。8回の表、ピッチャー変わったヘルナンデスさん、1人ランナー出して三振ゲッツーもリクエスト。きたー。じゃあまあまあ変則起用げきたそれは覆らないでしょ。これはさすがにセーフ。キャノン最高や。松本自身がアウト確信してたろ。涙のリクエスト。はい。判定通りアウトでスリーアウト。余裕でアウトや。もう完璧すぎるアウト。さすが今宮さん、タッチ上手すぎる。結局のところ守備だよな。うちの強み、ここがちょっとやそっとでは破綻しない。レースの前で走ってくれるの本当助かるわ。初手レースでええな。押すな、もぐもぐ、ハム、おいしいね。さあ、追加点取るぞ。8回の裏の攻撃、穂高の第4打席。山川どすこい久しぶりに打ってくれ。
追加点なんとか取ってくれたのめ。この回死ぬ気で点取れ。もう1点割ればお砂でも安心。お砂はラーメンの汁を飲み干してスタンバイしてます。ドス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 ドド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 スコービー。きたーきたー。ホタカやりました。ホームランで5点目が入る。いったー。おー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 、完璧きたー。ダメ押しの一打吉よー。打った瞬間きたー。ホタカドスコイ1号。ドスコイ、ドスコイきたー。打った瞬間ドスコイ。CS の山川、ほんとやったな。この1点は最高のダメ押しだ。情がつく完璧。ドスコーイ、最高や4番様。小久保、よしお砂出せるな。これは間違いなく MVP 山川。ドスコイ後のイケメンは。続いてホタカがドスコイすると絶対凡退する近藤健介さん。はい。やはり。初球をショートフライでワンアウト。いけいけイケメン近藤ちゃん、ぶっちゃ。そしてドスコイの後の近藤定期。こんちゃんいつの間にかアウトになってた。7円。ドスコイの後の安定の凡退、もはや安心感すらある。ドスコイ後必ず凡退する。こんちゃんかわいい。ピッチャー交代。続いて今宮さん。ダメ宮この歯。初球をセンターフライで2アウト。今宮健太内野手、このおおこのおおこのおお。あと1点欲しいぞ。お砂でも3点割れば安心。やっぱり短期決戦はホームランよな。山川絶好調なのはでかい。続いてまさきさん。まさきんここいい。まさきは打つ。まさきここやで頑張れ。ええ、あかん。空振り三振で3アウト。まさんごなんか静かな三振だった。タコルの出番なし。まさきもう仕事してるから今日はええわ。お砂来る。9回のハムは怖い。クラノを信じるしかない。本当に球威とコントロール戻ってんだろうな。9回の表、3点差の場面でお砂さんログイン。お砂吉よー。お砂ーラーメンマンよー。クラノが認めたお砂を信じろ。とことことほんま頼むでお砂。また有原の勝ち消すんちゃうぞ。クラノコーチが完全復活を明言したお砂の時間だ。短期決戦でアドレナリン出まくってるお砂になってると信じます。ワイはお砂大丈夫やと思うで。お砂さん順調に2アウトを取って勝利まであと1人。オッケー。激痩せお砂最強でくさ。よっしゃ、信じていいのか。おらしやお砂復活祭りや。これは去年のお砂。今のところあと1人。お砂が生まれ変わってる。お砂、俺はお前を信じてたぜ。ワイは最初からお砂信じてレスしてたけど、お前らは信じてなかったよね。これは全員焼き土下座コース。お砂大丸いだね。バッターは郡司さん。代打なし。はい、勝ち。ハムさんお疲れさん。ツーアウトからや油断大敵。きたー、勝ったー。ショートゴロで試合終了。勝ち。大事な初戦勝利でアドバンテージ含め2勝目。日本シリーズ進出まであと2勝。きたー、勝ったばーい。シャーバーガー、勝利きたー。よっしゃ、勝った。今宮ナイス、お砂調整完璧やん。吉よー、大事な初戦の勝利吉、やきちゃきちゃー。勝ったに勝ったばーい。美しい野球やったー。ロッテさんやりましたよ。無事初戦勝ちました。よっしゃ、この勝ちはでかい。勝った場合圧倒的勝利へまず一勝。伊藤を温存した結果朗報、宝物たちを乗せた泥船無事限界などに沈没しそう。初戦負けて宝物行き消沈で気持ちいい。シーズン12勝12敗だからって調子乗ってたよな。なめんな。ファーストでバカ騒ぎするチームにはさすがに負けて。有原、ここぞでよくぞ好投してくれて嬉しい。初戦勝ったから3立てで終わり。スコ
少なくとも2戦目はモイネロで負けるわけがないし、シーズン終盤負け続いてたから気持ちいい。為替のあれがセンター抜けてたらハムに一気に行かれてたと思う。あのダブルプレーが今日の勝因。まあさすがに完全体ホークスならハムに負けないよね。有原15勝伊藤14勝で実質有原の勝利。山川穂高を批判覚悟で獲得した三笠さんには頭が上がらない。貧弱なリーダーならあそこで引いてた。明日加藤でくさー。ありがとうございます。新庄監督、うちはモイネルです。はぁ、あ、マジで気分いいわー。